なんで本尊として副賢釈観音が2人で見に行った時に、こいつだいぶ腹が開いてるねって話になったんですよ。足も開いてるから骨盤も開いてるし、そしてこの腹が実物を見ると、もうなんていうか、丸腰って言ったらいいんですよ。なんていうのかな、隙をその客全体にその投げ出してるっていうか、もう私のこと食べていいよみたいな。あとはその死んで伸びちゃってる人間のその腹の状態というか、結構だから人間としてはありえないぐらい体を開いてるんだけど、開いてるし、目線も上だし、重心も上なんですよ。人じゃないからね、人じゃない人をどこから持ってくるかなって私思ってて。そんなに腹を割ってしまってはみたいなね。臓物が収まらないですよ。腹を割って話すのも、なんか割りすぎてもそういう腹からこういう手も。腹から出てますよね。副賢釈観音の副って、虚しからずっていう言葉が当てはめるっていう副の話って。だから、ふに空か。そうです。だから空とかじゃなくて、虚しからず、救い漏らさない、絶対救い漏らさないっていう、副らしくって、賢尺ってそのロープを持ってるんですけど、このロープ持ってもどんな遠くにしても地上も全部こうキープすることで、漏らさないと。っていうのは、だから外に出ていく全部この手がなんかしてくれそうだもんね。外に出ていく存在っていうのは、今関連的に簡単に言える言葉としては、外思考って、開き思考っていうのが言えるんですよね。それとうまいこと形が骨盤開いて、体開いてっていうのを作ってるのは、日本の副賢尺観音っていくつか残ってるけど、でもやっぱその、海外にはこういう開き方をしてるのなさそうだよなね。さそう。海外っていうよりも、日本ってその閉まるとか閉じるっていう概念が強いじゃないです強か。い、ね。だからこそ、その反対としての開くっていうのが強調されてるし、それはあると思う。その取り出して作ってるっていうか、開くっていうその性質を取り出して、それをこう深めて作ってるっていうか。海外のだともっと存在論的な感じの方向に行く気がするんです存ね。在論的な方向、なん開か、く閉じる、存在、その存在としてのみたいな。